ランキング5位ですが、どうですか、調子は。まあ、昨日は調子悪かったんですけど、昨日は調子悪かった。まあ、とりあえず練習走行はいいタイム出せたので。昨日はちなみに何位です、はい、予選ですか、はい、予選は6位です。予選6位、あの星野選手がグリッド11です。大丈夫ですか。大丈夫です。スタートで前に出て、そのまま行きます。そのままもうね、ね、毎戦毎戦、はい、勝てそうで勝てないレースが本当に欲しいレース、ね、本当に欲しいレースが3戦ぐらい続いてるストレスがそろそろ、もう周りにもお前はいつまでじらしてるんだと言われてるんで、まあ広島も嫌いじゃないんでね、地元の人早いけど、負けないように負けないように自分らしく走って勝ちます。はい、はい、最近なんか面白いことあります？面白いこと、はい、あのね、バイク尽くしでね、最近何もないあ、この間広島に遠征行くときに朝早く出たのに通行止めで結局夜中再出発して着いたの朝みたいな1日以上かかって移動にそれは面白いですね。面白いかどうかは俺のさじ加減だけどまあ1日無駄にしたっていう移動に1日使った、移動に1日使ってしまった。すごいす、韓国行けちゃう、行けちゃいますまあそんなことしながら広島の遠征もバッチリ2回来たんで、2回も、まあ行けると思います。今回は入ってます、ね、自信だけはある。俺の広島はここを見ろみたいな、ここを見ろ、そのジャンプかフィニッシュジャンプの抜き具合、抜き具合見といてください。よろしくお願いします。はい、はい、ああ、スゴ以外で勝ってて嬉しいですマジでそれ結構、まあ、走り的にもそんなきつそうがなかったって感じなんですけど、スタンディングをちょっと多めに使ってみて、そこが良かったのかな、はい、そこが後半、本当にそんなばらけずに走れて、うん、そうですね、サインに入った三原選手がとてつもなく追い上げていってたんですけど、焦るとか感じますか、ちょっと焦ってる。いや、そんなんですよ。さあ、それでは関係者の皆様、だって、早いもん。向かいで抜かれただけ。焦ったところで何も変わらん。さあ、いよいよ、ヒート1のこれより始まってまいります。その前に決勝サーキングリッド、選手の皆さんをご紹介してまいりましょう。あ、無事に帰ること。選手の皆さんもよろしくお願いします。お稲荷さんでした。お稲荷さん。まさに決勝を背負うのはこの男。チーム。ヒート1、優勝からの、はい。はい。わかんないですねそうですね、ないです。7位、ないです。大きくもって感じですね、これ。いやー、難しいですね。難しい、まとめるのは。いい勉強です、本当に。みんな早いからすごい。まあ、けど楽しく乗れるんで、はい、次は僕のスゴじゃないですかなんでそうなっちゃうんですかね。お稲荷さん得意の、お稲荷さん得意のスゴですかね。13の9ぐらいで9ぐらいで結構下がっちゃいますけど。そうです、大丈夫ですか。俺の実力だから、それがお稲荷さんの実力。お稲荷さん、そう、サーフィン頑張ります。はい、じゃあまたスゴで会いましょう。ありがとうございます、バイバーイ。はい、そうですね、ヒート1もヒート2もどっちもスタートが良くて、ヒート1はちょっとずっと1位走ってたんですけど、最後はアキラに抜かれて、ね、すごい悔しい思いしちゃって、まあ、その分ヒート2も出て、ここで抜かれたらもうあれ
もうどうしようかな、どうしようもなく、あのチームに帰れないぐらいだったので、はい、気合であのあれ抑えました。で、はい、あの優勝できて嬉しいです。ネーションズに、はい、出場されたんですよ、はい、その参戦してどうだったとかってありますか？そうですね、 あのあっちのコースすごい全開全開コースで名阪から行ったんですけど、すごいあのワイドオープンでラッツがすごくて、マディでハードでツルツルで全てあったんで、すごい面白いコースで、なんだろう、やっぱりスケールが違いますね。やっぱ面白かった。あ、そうですか。はい、コース幅もやっぱり広い。コース幅も広いし、どこからも抜けるし、ラインなんていっぱいあるし、どこでも走れるから、ああいうコースがね、日本にもうちょっとあればいいかなと思います。他の国との差とかっていうのは、はい、まあ、前よりもちょっとあのいろんな国のライダーのが速いのがあって、層が厚くなったっていうのが嬉しい感じで、もう、うん、なんだろう、前はちょっとビッグネームが速くて、あとはそこそこだったんだけど、今はあのビッグネーム以外の人もすごい速くて、はい、もうだからあの結構食い込むのは難しいですね。はい、そのランキングトップで終われるように、はい、どのようにしていったんですか？あの19ポイント離れてるんですけど、今日ね総合を取ったんですけど1ポイントもつまんなかったんで、まあなんだろう、僕はできることはまあね、一つ一つ勝つことだけなんで、あとはもう神の水を知るということで、まあ一つもレースを落とさないように頑張りたいと思います。はい。